ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。今日も、タイプ2が成長するために心がけることとして、こちら、カレンウェブさん、鈴木秀子さんが訳された9つの性格タイプが分かるという本からなんですけども、タイプ2、活動的で陽気でエネルギッシュ でみんながどんなことを望んでるかって素早く気づくみたいな、そんな方いいっすよね。疲れでも本人はね、本人疲れますよね。本人は疲れますよ。私も知り合いのタイプ2、妻の母がタイプ2なんですけども、まあ家にいない、まあいろんなところに行って人のお世話してで毎年その季節季節にいろんなところから旬のものが送られてくる。この人脈は継げないよねって。でもそれをまたそれ以上にやってるってことですよね。そうなんですよ。このタイプ6の妻にはそれはできないだろうなってい う, いうぐらい、そのいろんなところに気がつくタイプに、それは疲れるでしょうと。でまあタイプ2の方がその疲れたり、あれ思い通りにならないってなった時に悪い面が出てくる。そのヒステリックで気まぐれで度が過ぎる親切、見返りを期待した親切心なんてことが書かれていて、要はこのタイプ2の人が落ちてきて、先ほどもあのヒステリックなんて言葉を使ったんですけども、ストレスが溜まっているサインです。でどんどんそのヒステリックがちょっと出てきて、さらにまだそのストレスがかかってくると、タイプ8、強さを求め自己を主張する人の性格にがどんどんその悪い面が出てくる。威張り散らす、イライラして最後にはボカーン、ドーンみたいなのが出てきてしまうよと。ただまあエニアグラム、そういった自分を見てその成長の方向に生かしましょうっていうのが目的ですもんね。まあ、なので冷静にですよね、まあ、どのタイプにも言えますけど本当にそう、はい、その心から瞬間でバッて湧き上がってきて、わーって発散されるのって、多分何も考えてない、その無意識のところから出てきたものって、本当にそれはあなたですかっていう話なんですよね。このそうコントロールできるって話ですからね。そこもアドラー的な、アドラーになりますけど。でもちろんエニアグラムでもそこに気づいて、手放しましょうって、その悪い面っていうのはエニアグラムでいうとらわれ、なのでそうヒステリックになりそうってなった時にちょっと冷静になって、あ今はヒステリックになってるなって思うだけで多分多少収まるとは思うんですよね。そうですよね。そこで一歩立ち止まって、その成長するために心がけることをちょっとやってみましょうと。タイプ2が成長するために心がけることとして、1、あなた自身にとって意味のある趣味や遊びを見つけなさい。そして自分だけでやってみなさい。1、一人になる時間を作り、あなたの心を見つめなさい。瞑想もいい手段です。自然と見えてくる不安感や欲望を見つめなさい。1、あなたがやり遂げたこと、その値打ちを認めなさい。1、あなたの持っている能力を数え上げて評価しなさい。1、結果を期待しないで何かをやり遂げなさい。そしてそれをあなた自身のためだけにやりなさい。1、ヒステリーを起こした時、それをきっかけに自問しなさい。今自分に必要なものは何なのか。1、お世辞を言い過ぎないように気をつけなさい。あなたには自分が無力だと感じたり、人より劣っていると思ってしまう癖があることを理解しなさい。人に尽くしすぎることはごまかしていることだと気づきなさい。1、あなたの心に最初に浮かんだ感情の裏にあるものを見つめなさい。特に怒りの感情。怒りは本当の感情を隠しているのかもしれません。1、あなたの求めることを口に出して言いなさい。それを人から与えてもらいなさい。人
に何かをしてもらう喜びを知りなさい。1. 何人もの人格が争って表に出てきた時、本当の自分になりなさい。他人を喜ばすために人格を変えてはいけません。 1. 真実の愛とはあなたの理想の中にしかなく、あなたの想像によって生まれるものではないことを忘れてはいけない。我々、タイプ6とタイプ 9、はい、まあ、タイプ6とタイプ2は、まあ、よく混同されることもありますし、パッと見、融和タイプなので、フレンドリーですよね、場に行った時はフレンドリーで、っていうので、ちょっと分かるなっていうところはあるんですけど、体調、共通部分は楽観、楽観っていう部分が重なってます、で、はって思ったところ、どのタイプも全ての人は持ってると言います、なんか弱いとはいえちょっと気になった点とかありますか。気になった点、気になった点っていうのは2だな、この説明を聞いて2だなとは思いましたなるほど、で、はって思ったところとしては、その全てがまず自分を見なさいと言っている、そう、タイプ人のために人のためにじゃないっていうところですね。そう、なんかタイプ2の人って人のニーズを満たすために動いてる感じがするんですよね、人が求めてるものを与えてあげるみたいな。なるほど、それがニーズだ、それが私にも必要なことだっていうことではなくて、本当にあなたが表現したいものは何なのかっていうところですよね。そうだから全てがこう人のニーズを与えて自分を見てもらおう、みたいな行動をしているので、結局こう全部自分を見ろって言ってるなみたいな。あんまり人ばっかり見てなくて、もっと自分を見なさいみたいな。そう、私もここではっと思うのは、タイプ6、場で求められているものをやれば私は安心だっていう思いは、やっぱり自分では、いや俺はそんなことも思ってね、俺は強い人間だって思ってはいたいんですけども、やっぱりその求められるものを、いろんな人がいる場に行くと、やっぱりキョロキョロしちゃうんですよね。この場でどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう、誰の言うことを聞けば、あ、一番いない人がいる、じゃあこの人が求めていることをやればいいんだ、それと多分似てるとは思います、はい、人のニーズ、あの人が何かを求めてる、あの人が何かを求めてるっていうのをこうことごとく潰していこうみたいな、でそうすることによってみんなに好かれるみたいなのをこう求めてるわけじゃないですか。一緒です一緒でございます。そう、でそれがこうなんか安心なのか愛なのかの違いで似たようなことをしてるっていう印象が受けます、なんでやっぱりそのまず、一人になる時間を作って、もうこれタイプ6にも書かれるんですけども、まず瞑想する。瞑想、あ、だから苦手っていうじゃないですか。僕苦手です、瞑想は。苦手だからこそ必要ってことなんじゃないですか。そうですね、確かに、あとはその、同じくタイプ6、ここのにも、タイプ2が成長するために心がけることにも出ていた、あなたがやり遂げたことの値打ちを認める、あなたが持っている能力を評価するっていうのがちょっとしにくいタイプ、しにくいタイプ同士、しにくい、多分2の人は人のことばっかりやってるから自分のこと全部後回しなんですよね。なるほど、自分のやりたいことだから、こう自分のやりたいことって言われると困っちゃうタイプ、でそれを見つめ直しなさいっていうことで、なんですよね。僕だとこれやっていいんですかって聞きたくなっちゃうんですけど、それを捨てなさいっていうのがタイプ6、ごめんなさい、タイプ6の説明しちゃいましたでも一緒なんですよこれ、そう、だから似てますよね6と。そうですね、やっぱりこの融和タイプ同士なところはすごい感じます、自分ですよねきっと。2の人はもっと自分を大切にして、大切にしてというか、自分を見て自分のために行動しましょうみたいな、統合の方向がタイプ4、先ほどもよくこの本で書かれているのは、理想主義者、特別であろうとする人って書かれているんですけども、その要は自分の人の理想じゃなくて、自分の理想を追い求めて
いいっていうことなんですよね。でその力もあるしっていう。そうそうそう、で多分自分自身には価値がないと思ってるんですよね。あ、そうなんですよね。人から認めてもらわないとっていう。そうそう、うん、だからこう人のこう人のニーズを満たすことで自分の価値を高めようみたいな行動してるので、はい、多分も自分にも価値があるっていうのを多分認めなさいっていう。はい、知りなさいなのか認めなさいなのか。なんでまあ、うん、あのお世辞を言い過ぎないように気をつけなさい、うんうん、あなたには自分が無力だと感じたり、うん、人より劣っていると思ってしまう癖がある、うんうん、っていうのは、うん、あの同じ融和タイプとして、うん、ちょっと共感です。融和タイプだよねって。融和タイプというかあれじゃないですか、同じ融和タイプの1の人は俺はできると思ってそうですからね。ああ、なるほど。なんでこの辺はより僕ちょっと、うん、多分6と2が似てる部分がその辺が、はい、その辺の感覚が多分6と2似てるすっごい似てます。はい、で僕の場合はあのいいですかって、うんうんうん、何かに承認を求めるとき、うんうん、タイプにはお世辞を言ってるときっていうのは、うんうんうん、心の裏に思ってることをやればいいっていうことですよね、うんうんうん、ごまかしですと、それはごまかしですと、はい、うん、っていうのを捨てていったときに、うん、自分本当になりたい自分になれるっていうような、うんうん、だから人に尽くしてるってまあいいことではあるとは思うんですけど、はい、自分のやりたいことを全部犠牲にしてやってるんで、はい、それは多分本当は良くないことですよね。そう、それはこのやってあげてる人にとっても、うん、いやこの人にとっても何て言うんだろう、タイプ2の人のことが僕も好きだから、うんうん、あなたのことやってよってタイプ2の人に支えられている人にとってもあまり喜ばしいことではない、うんうん、僕はみんなで喜びたいと思ってるとすると、うん、僕もこう自分の好きな人とか、はい、仲のいい人とか、はい、こうやってもらえるのはまあ嬉しいけど、はい、それによってその人が不幸になったりとか辛い思いをしてるんだったらもうちょっと自分のことはいい大丈夫みたいな気持ちにはなりますよね、はい、っていうのは多分、うん、どのタイプも多分それはまあそうですよね。そう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 。でも好きな人であればあるほど、あるほどですよね、うんうん、はい、そう思うと思うので、多分タイプ2の人はそういうのをまあそうやってやらなくていいって言われると否定された感じになってしまうと思う。ありがとうと思ってますって、ありがとうありますって、はい、なのでまあそういうふうに多分認識した方がいいんじゃないかなっていうところですよね、はい、いかがでしたでしょうか。いかがですよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ダメ？あ、OK ですよ。いや、休業終わったなと思って。はい、OK です。ちょっと伸ばします。あ、大丈夫ですよ。伸ばさなくても。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。